どうも、大ちゃんです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。X、Instagram、TikTok と活動の幅を広げておりまして、概要欄にも URL が掲載してあるので、よかったらフォローの方よろしくお願いします。というわけで、今回なんですけれども、今年の9月に日本公開が控えている、エイリアンシリーズの最新作である、エイリアン・ロムルスの最新情報に関して、ちょっと話したいと思います。連日、大ちゃんの映画部屋と隠れ家の動画のご視聴ありがとうございます。8月に入りましたね、皆さん。めちゃくちゃ暑いですが、お元気ですか？俺はちょっと体調を崩してしまい、数日お休みしていましたが、本日より復活しますので、今月もどうぞよろしくお願いします。ちょっと休んでいる間に、エイリアン・ロムルスの大量の新情報が登場していて、興奮が止まらない感じですが、気合い入れていきますので、よろしくお願いいたします。それでは本日の本題に入っていきましょう。エイリアン・ロムルスの全米公開が2週間後に迫っている中で、公式から多くの情報が解禁されています。海外では本編映像の一部が新たに YouTube にて解禁されまして、イザベラ・メルセード演じるケイを追い詰めるゼノモーフと逃げ惑う彼女を映し出したシーンが登場し大きな話題になっております。概要欄にその動画の URL を貼っておきますね。内容的には床下を舞台にエイリアン2のニュートとエイリアンクイーンのスラコ号船内での退場を思わせる演出が入っているシークエンスなんですが、緊張感が半端ないんですよね。網目から見える姿に怯えて、必死に息を潜めるケイを尻目に、その場を去っていくゼノモーフの姿が映し出されており、ケイが危機一髪助かる流れになっていますが、ちょっと気になるものが一部映り込んでいまして、それがこれですね。二組の死体だと思うんですが、これは一体誰なんでしょうか？謎が深まりますね。死体があるということは、実は、レインたちと別の人間たちも、まだ宇宙ステーションの中にいるのかもしれませんね。エイリアン・ロムルスに多くの影響を与えているという大ヒットゲームのエイリアン・アイソレーションでは、巨大な宇宙ステーションセバストポリが登場し、廃墟と化しているそのステーション内には、まだ複数の生存者がいて、ゼノモーフから身を隠しているという状況だったんですが、もしかしたら今作にも、レインたち以外の生存者が登場するかもしれませんね。しかしながら二つの死体をゼノモーフはどこに運んでいくんでしょうか。生きていなければ宿主にできないので彼らにとっては用済みだと思うんですよね。もしかしてまだ生きていてエイリアンハイブに拉致されている最中なのかもとも考えたんですが、明らかに体の色と力の入ってなさからして亡くなっている感じがするんですよ。めっちゃ気になるシーンですが、答えを知るには本編を見るしか確かめる手段はないですね。また楽しみが増えちゃいました。そして新映像と合わせて新たなプロモーションポスターが複数登場しておりまして、こちらをワクワクさせてくれています。今背景に流している画像がそれなんですが、どれも独創的でありながらエイリアンシリーズに対する愛が溢れているデザインですよね。日本には入ってこない感じがしてちょっと悲しいんですが、ぜひ9月の日本公開前にはこういった力の入ったポスターもどんどん掲示して公開を盛り上げていってほしいですね。ちなみに韓国版のポスターでは今話題沸騰中のチェストバスターから生体のゼノモークに進化する過程として登場すると言われている眉、通称エイリアン国運の全体像が描かれており、かなり異質な雰囲気を放っています。この眉から飛び出ている尻尾の先端が、スパイクファン演じるビョルンを襲う瞬間がトレーラーに登場しているんですが、非常に恐ろしいですよね。本来かなり無防備な眉の状態でも外敵を探知して攻撃できるとか、まさに完全生物と言っても過言ではない演出ですよね。襲われたビョルンの運命はどうなってしまうのか、早く先が知りたいです。そして日本もプロモーションが少しずつ加速してきていまして、昨日なんですが、
日本オリジナルの予告編が公開されました。そしてその内容が全世界のエイリアンファンが歓喜する内容となっています。ちょっと個人的に気になった箇所をピックアップして解説しますね。まず、これまでのトレーラーの映像に合わせて、ゼノモーフの血液によって誰かの指先が溶けている様子が登場しているんですが、これは誰の指ですかね？声の感じからしてビョルンな感じがするんですが、ちょっと彼は悲惨な目に遭いすぎな感じがしています。フェイスハガーに飛びつかれるわ、エイリアン国軍に顔面を攻撃されるわ、ゼノモーフに指先を溶かされるんじゃたまったもんじゃないですよね。ただファンとしては羨ましい限りです。俺もエイリアンシリーズに出演できるとしたら徹底的なやられ役をやりたいという夢がありまして、ちょっといいなって思っちゃいます。そしてその後になんとゼノモーフの全体像が画面に登場するんですよ。これって実は日本のトレーラーにだけ登場している初公開シーンでして、字幕に嘘でしょうと出ているんですが、俺も見ながら嘘でしょうと思わず言いそうになっちゃいました。まさかの日本オリジナルトレーラーでゼノモーフの初の登場シーンを出してくるとは思わなかったので嬉しかったですね。透明フードがついた頭部にうっすらと頭蓋骨が見えるエイリアン一作目のビッグチャップに近いデザインだということがこれでさらにわかるようになりましたね。さらにその後に登場するシーンが多くのファンが待ち望んでいたものになっていまして、例のプロトタイプパルスライフルの発砲シーンが発砲音付きで登場しているんです。もう発砲音聞いたらテンション爆上がりでしたね。まさにエイリアン2のパルスライフルそのものでした。さすがにプロトタイプだからかグレネードランチャーではなくライトが装着されていましたが、もうあの発砲音が聞けただけでファンとしては大満足としか言えないです。いや最高ですね。そして無重力空間に漂っているゼノモーフの血液を避けるシーンで発砲しながら反動で落ちていくレインのシーンには強いこだわりを感じましたね。またあれだけの血液を撒き散らしているということは、今作にはゼノモーフがやはり複数登場してパルスライフルで倒される個体もいるのではとちょっと考えちゃいました。あれだけの出血をしながら撃たれた個体が生きているとは思えないですしね。ただ複数のフェイスハガーを撃退しているという可能性もあるので、この辺は予想でしかないんですけどね。でも複数のゼノモーフをパルスライフルで迎え撃つという構図はやはり想像すると燃えてきちゃいます。早く本編が見たいですね。公開がさらに楽しみになりました。また面白い情報が解禁され次第動画にしますね。ここまで見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価よろしくね。